tell you a story. When I was young, I had dreams of glory. Oh, these mistakes seem to come like a flood. Until my days, they were done. この番組はライジングレディ心斎橋ゴルフスタジオの提供でお送りします。心斎橋ゴルフスタジオリフレッシュオープン。心斎橋駅から徒歩3分、買い物帰りに手ぶらで OK。 今なら体験レッスンを受けるとスターバックスのギフトカード2000円分をプレゼント。心斎橋ゴルフスタジオ。番組 MC の酒井蓮子です。よろしくお願いします。今回はライジングレディースカップで優勝した選手並びに成績上位者による真剣勝負のシングルススキンズマッチを行います。舞台は北六甲カントリークラブ東コース。過去幾度となくプロトーナメントやアマチュア公式競技の舞台となった名門コースであります。ほら、もう入っちゃえ入っちゃえ入っちゃえ。あー、惜しい。ふぅー、大丈夫です。これより時間と入るしかないよ。ということで、はい、岩崎選手9万円ゲットです。おめでとうございます。9万円、やったーやったー。うわー、右サイドからちょっと戻されてる。どうだ、もうナイスだ。勝負強い。勝負強い。あー、最後切れたか。入れてパーですね。みんなこれぐらいですね。惜しい。うーん、見たかった。このホールは北六甲カントリークラブの東コースになります。8番ホール501ヤードパー5ということで、牧さん、はい、このホールです、ね、長そうですね、見た目より。まあまあ長いですね、うん、とりあえず、右ドッグレッグになってるので、はい、ティーショット狙い目はやっぱ左バンカーの右がいいです。さあ、土方選手からです。できた。ナイス。ナイス。ありがとうございます。うん、ナイス、うん。カメラさんが初めいた場所、思いっきり直撃でした。一人死んでましたね。すごいな。さあ、中西風花選手です。しっかり打った。一緒。あ、これいいポジションです。うん。一、う、緒、ん。やばい。おー、振った。ちょっとカメラさんの方行ってます。あー、大丈夫。大丈夫、いいとこ、ナイスショーです。
今週ちょっとドライバーをということで、はい、何を使ってる？キャロウェイさんのローグの MAX LS です。 LS ロフトは、はい、10.5 度、うん、シャフトは NX の 50g の SR です。 SR、はい、いいのをつけてますね。そうですね、はい、どうですか、玉筋としては自分で今のところ満足？そうですね、うん、はい、なんかこのクラブの特徴とかって矢野プロあるんですか？これ特徴はどうなんですか、ね、結構でもキャロウェイで NX 入れてる人って結構多いんですよ。多いです結構でも LS ロースピンで、うん、ランを出す感じなんで今日とかはちょっと、うん、あですね、向きではないですね。やっぱ濡れちゃってて全然止まっちゃうのであんまり距離が出ない。ドライバー何本か持ってるんですか？は昔のやつとか。あ、なるほどなるほど、はい、まあ、これが一応エースドライバー、そうですね、うん、エースになります。なんかこう自分の球筋として、はい、こういう風な球筋で勝負していきたいなとかいうのはあるんですか？フェードです。フェード、うん、結構ティー低めですもんね、うん、そうですね、フェードの人多くなりましたね。そうですね、はい、上手い人はフェードが多いですよやっぱり、はい、フェードかーって、もう私頭の中だけフェードですけどね、実際は打てません。矢野プロは持ち球？僕本当はフェード打ちたいんですけど、はい、打てないです今。ということはもう鵜飼桃選手の方が、ね、今日いろいろ勉強してます。ありがとうございます。引き続き頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。大丈夫でしょう。止まれ。OK。いいと思います。これ下手すると飛びすぎるとバンカーだったんですね。うん、なるほど。さあ鵜飼桃選手です。お願いします。うん。よいしょ。よいしょ。ありがとうございます。ちょっとストレスのないホールですね。ここは、うん。みんなとにかく距離を飛ばして3打目勝負ですね。うまくった。ちょっとディボットに入ってたんですね。ディボットです。はい、うまく打ちましたね。今うまく打ちましたね。あれアマチュアの方はウッドで打たない方がいいですね。ね、はい、おお。やばい。ん？どうだ。フェアウェイ、フェアウェイ、フェアウェイですね。怖っ。フェアウェイです。なんてこと。今土方選手に何が起こりましたか？ですね、フェードで行こうと思ったらそのまままっすぐ行っちゃいました。かからなかったんだよね。むしろドローしてました。いいんですこの後ですから。これがミドルじゃないからセーフですよね。メリハリがすごい。すごいね土方選手。ちょっと左へ行ってる。バンカーだ。バンカーですかね。バンカーっぽいですね。これやっぱりちょっと前上がってますから。そう、左には行きやすい。行きやすかった。左サイド乗りましたね。
どうだ。いけ。おお、塗りましたね、でもね。もう一個。ちょっと手前かな、わかりませんね、グリーンの形状が。さあ、バンカーから土方選手です。うまい。うまい。止まって。おお、止まった。ありがとうございます。同じぐらいの距離ですね。うまい。うまい。入っとけ。届け。惜しい。もうめちゃめちゃ狙ってましたね。まあ、これ入れときますか、ね、近いですもんね。さあちょっとパーを抑えてます。うん、うん、さあ岩崎選手いきましょう。惜しいな。うまく打ちましたけどね。うん、うわ、あ最後切れたか。うん、惜しい。うまい、ナイス。ただ土方選手は打たなければいけないんですよ。あ、なるほど。はい、ここでボギーだと3人に1万円ずつ渡さなければいけないと。なるほど。だからこのパーパットめちゃめちゃ大事なんですよ。これ大事ですね。これは絶対入れなきゃいけないやつです。来たか。外してしまったよ。これいいですよね、打たなくて。消えんかった。2000円お小遣いがもらえます。全然切れんかった。はい、そう、みんな忘れてくれりゃよかったのに。やられた。まあいいじゃないですか。いいね、いい感じで。でもいいか。12万円が9万円にありましたよ。はい、また後半取り返します。はい、はい。このホールは北六甲カントリークラブ東コースの9番ホールになります。マキさん、うん、まあまあこれ威圧する池がありますね。はい、もうこの八つ岳、もうここ距離短いので、はい、ここはバーディーが出そうな予感がいたします。ありがとうございます。狙い目としては、狙い目はもうやっぱ右目ですね。グリーンちょっと左なんですかね。いや、もうまっすぐ、そう、あそこの右端見えてる砲台になってるのがグリーンなんで。なるほど。とりあえずティーショットの方向性がここは大事ですね。若干右目と、はい、はい。狙い目、ナイス。どう？バンカーの先行きましたね。はい、はい、
ナイス。ドン。カメラさん超えていきます。ナイスショット。シュワー、うん、よく飛ぶ、うん、さあ、そして土方優花選手、これはセカンド勝負ですね。そうですね、はい、どうだ、いいんじゃないかな、いいんじゃないかな、いいんじゃないかな。さあ、距離的に同じような距離ですね。うん、さあスピンが入ってる、ドン、ちょっと時間、あ、でも、うなずいてますよ、皆さんが、ね、うんってお願いします。おー、上げてきた、すごい上げた、ドン、どうだ、これは全然見えないですね、ここからね本当に全く見えない、どうだ、うわー、ちょっと楽しみ、どうだろう、どうだろう、あ、すごい、いろんな方向からだ、これってスライス、まだサドンデス以外で勝負ついてないんですよ、そう、そうか、さあ、土方選手からです、取らせてあげたいな、これ入れて抜ければ一気に10万円になりますよ、でかいです、でかい、打った、いっとけ、あー、惜しい、よく狙った、まあだって絶対パーは確実に取ってきますからね、やっぱ狙った方がいいですよね、さあ、うかいもむ選手、
もう2人狙うでしょうね。もう完全に狙いますよ。どうだ、はい、あー惜しい今カップちょっとだけ触った。さあ岩崎選手に全て持っていかれるのか。入っとけ。打った。あー惜しい。惜しい。はい、うん、これもさナイスパー。さあもう一人パーを入れればこれでサドンベスト。何がスライスした。うん、ナイスパー。オッケーです、ピックアップです。やっぱスライスだった。このホールもドローということで出てきました、サドンデス。そうですね、サドンデスですね。うん、9万円。9万円でかいですね。どうしましょう。どうします。ちょっと、はい、あります。中西風花選手、まあ、1万円しかまだ稼いでらっしゃらないので、はい、賞金額の少ない方が一番最後に打つロングパットなんていかがですか。なるほど、いいんじゃないですか。いいと思います。どうかな。いいと思いますよ。結構チャンスあると思いますよね。そうですね、はい、はい、じゃあそれでいきます。さあこのサドンデス、まあ、9万円いただけるということなんですが、賞金をたくさん稼いでる門順ということになりました。そうですね、はい、ただいまの賞金総額10万円です。岩崎選手からです。しっかり打った。うん、強い。あそこからどうだ。強い。お、止まった。これやっぱり最初不利ですね。うん、一人目はね。そうですね。はい。3メーター80センチです。さあ賞金総額現在9万円、土方優香選手です。どうだ。いい転がり。弱い。あーちょっと弱いか。いかない。うわーいかないか。2メーターです。まだ寄せれそうですね。そうですね。ただこれ上って下りで、うん、フックとスライスの傾斜がどちらも入ってるんですよね。さあ鵜飼桃選手です。現在4万円です。ちょっと弱いか。どうだ、うん、もうちょっといって。でも一番近い気はしますよ。1メーター90センチ今のところ一番近いです。さあ中西風花選手、もうしっかり打った。お、いい感じ。うまいぞ。そこが止まるか。どうだ。お。お。1m75。 おめでとう。中西風花選手9万円ゲットです。じゃん。1万円の貯金があります。合計10万円ということで賞金女王に並びました。あ、本当ですか。いかがですか。いや、初めてもらった賞金が相手のミスでもらったんで、ね、自分で稼げてよかったです。よかったで す, たです。後半も頑張ってください、はい、ありがとうございます、はい、このホールは北六甲カントリークラブ東コースの10番ホールになります。525ヤードのパー5ということで、坂本さんこのホールは
緊張感もなしでひたすらまっすぐでなるほど真ん中狙ってくれてまあでも素直にいけば綺麗にパーが取れますよっていう、はいはい、どうですかねそうですね、まあ広いので気持ちよくスイングできますよね、はい、うん、しょーいいね、ありがとうございます。素晴らしい。右やば頑張ってどう、うん、海かな、ちょっと右行っちゃいましたね、ちょっと見ていきましょうどうだ、どうだろう、最後バンカーのこのこっち側ですよね、はい、よいしょ、よく飛んだ、よいしょ、ありがとうございます、ほい、大丈夫です、あーかわいそう、うん、OK です綺麗に打った、すごいクリーンに、逆に下が硬いからこういう時はラッキーですね、うん、よっしゃ、素晴らしい、しっかり打った、よっしゃ、よく飛ぶ、でも今の子たちって言うばっかりですね、あんまりこう5番ウッドですとかそういうのではないんですね、ですね、さあ一番飛んでました土方選手です、よっしゃ、よっしゃ、使ったクラブは3番ウッドです、やっぱりね、うまいですね、捉えるのが ね、よく飛ぶ、ナイスショーです、ありがとうございます、
どう？うわでかいよな。止まれ。うん。奥行きましたが乗ってると思います。うん。ナイスオンです。さあうん、いいショット。いたいた。おお、これは意地だね、もう素晴らしい。ナイス。ありがとうございます。見せるね。さあ3本持って悩んで決めた。何ヤードを何で打つ？84ヤード53でいきます。はい、お願いします。はい、おライン出した。うん、こんな感じでこうナイスです。回っちゃった。ありがとうございます。そうした。あ、なんか全然意味ない。さあ、鵜飼選手、これ入ればバーディー。ラフが深そうですけどね。はい、ちょっと難しいですね。うまっ。決めに上げた。殴った。うまい。うわー、止まっちゃう。うまいです。うますぎましたね。うん、止まってしまいました。さあ、そしてグリーン上は中西風花選手がバーディーパッと下から、はい、長いです。頑張ってほしいです。はい、どうだどうだ、最後。あ、さあ、そしてまたチャンス来ました。土方選手、どうだ。あ、思ったよりはこう行かなかったですね。うん、あです。ありがとうございます。さあ、誰かがパーを決めればこのホール流れてしまうという。来ました。ナイスパー。このホールドローです。このロングでバーディーかなーなんて。惜しかったですね。惜しかったということで、このホールドローでーす。このホールは北六甲カントリークラブ東コースの11番ホール、329ヤードのパー4です。さあ、坂本さん、これバンカーまでがだいたいどれぐらい。そうですね、180のまあ、上げてますけど、でもまあ180で入るよと。入ります。正面池までが、はい、正面池まで240。グリーンは見て右サイド、はい、右サイドですね。はい、ちょっと見えてるのがグリーンですね、右の方。なるほど。はい、江戸プロ、これ難しそうですね。これ難しい、ティーショット難しいですよね。ねえ、だこの風の中いかに自分のスイングができるかですね。はい、
さあ、ティーショット中西風花選手からです。しょー、素晴らしい。うん、ナイスです。ありがとうございます。こう青い空と白い雲に素晴らしいティーショットがマッチしてる。映える、はい、しょー、うん、ドライバーやばいな、うん、左大丈夫っぽいですけどね。グリーンの感じはちょっと重たいです。やっぱ昨日の雨の影響があってか重たいです。はい、うん、そう、やっぱ風もこんだけ強いし、ちょっと紐出てきたんで乾いてくるかなと思うんで、ちょっと早くなれるのかな、うん、どうなんだろう、ちょっと変わってきそうです。これピンが見えない、うん、意外にあのバンカー効いてる。ここはなかったのかな。どうなんだろう。どこまで行ったのかな。そうか、ゼブラだったんだ。さあ、左ワンペナでこの場所から第3打。はい。ナイス、ありがとうございます。アイアンの切れはすごい。アイアンビシビシなんだけど。ナイス、来ました、ナイスです。
ね、それぞれそうですね、バラバラの方向についてる。さあ、ワーディパット。そのまま行きましたね。はい。ちょいフックでいいですかね。はい。さあ、こちらもバーディーパットです。入ったのにね。くそ。確実に入りましたね。今打ったらあれだよ。いいや。出そうで出ないバーディーです。私打ちましょうか、うん、いいですかこれ。なるほど、パーを誰かが取ればサドリスに持っていくためのドローになりますからね、はい、近い選手が入れると、うん、なるほど、このホールパーで分けでございま す, す動かない、動かないなんかほんと惜しいとこまで来てるんですけれど、ね、このホールも引き分けドローでございます。ライジングレディースの選手からお世話になった方々への感謝の言葉です。松原香音です。心斎橋ゴルフスタジオさん、富士アルテ株式会社さん、いつも応援していただきありがとうございます。今年はプロテストに合格できるように頑張ります。よろしくお願いします。浜野智香です。いつも応援していただきありがとうございます。ナミティクーもよろしくお願いします。